YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。フジテレビは29日5日放送の池上彰緊急スペシャルで韓国人をインタビューした場面で映像と異なる吹き替えを使用したとして番組ホームページにお詫びを掲載した。同局によると、女性が韓国は文化がたくさんありますなどと答えている映像に、日本は嫌いですよ、だって韓国を苦しめたじゃないですかと日本語で吹き替えした。また男性が過去の歴史を反省しないと言っている映像には、日本人にはいい人もいますが国として嫌いとかぶせた。二人とも別の場面ではナレーション通りの発言があったという。同局は編集ミスに加え最終チェックが不十分だったと説明。今後はこのようなことがないよう再発防止に努めるとコメントした。